はい、皆さんこんにちは、マダルグルビージです。では今回はセガサタン版ギレンの野望ジオン軍プレ続きを行っていきたいと思います。今回はですね、ご覧のように今映しているオーストラリアはトリントン基地、ここの攻略戦を行っていきたいと思います。今前回ね、組織したガウにドームを乗せて運用するドーム機動部隊、これがね、オーストラリアを目指して進撃中です。一部はもうすでに上陸してますね。ガイア、シャア、まあ、この辺りを先遣部隊として派遣していますので、このままオーストラリアの攻略戦を行っていきたいと思います。では時間を進めていきましょう。で、まあ、あと時期は不明なんですけども、連邦軍がね、オデッサ作戦を発動してくると思いますので、捕獲したホワイトベース、ガンタンク、ガンキャノンはオデッサに送ってですね、オデッサ作戦が発動された際にはその防衛に当たってもらおうかなと思います。輸送で、マドラス基地からですね、今オデッサの方に輸送中です。これが輸送できればオデッサの防衛戦力がぐっと増すと思いますね。で、マドラスの方はズオックをですね、この後生産していきたいと思います。まあ、ちょっと今ね、資源がないので、それもできないんですが、マドラスの方ではこの後ズオックを今1機ね、まあ、1ユニット、まあ、3機のズオックになってますけども、このズオックをね、あと2ユニット作っておきたいと思います。まずですね、開発なんですけども、リックドム、これをね、開発していきましょう。2ターン後にリックドム開発完了します。で、もう一つですね、ハワイの攻略戦が全然提案されないなーなんて思ってたらですね、視聴者の方から教えていただきまして、潜水艦を開発しないとそもそもハワイ攻略作戦提案されませんよというのを教えていただいたので、開発予算3000、期間6ターンかかりますが、これをね、潜水艦として開発していきたいと思います。お金がどんどん減っていく。で、残り6000円ありますけれども、これで今回はいよいよトリントン基地のね、攻略作戦も発動していきます。トリントン攻略作戦を実行しますか。トリントンに侵入が可能な形になります。で、部隊はすでにね、先ほどご案内した通りトリントン基地に向けてね、進撃して、一部はすでにオーストラリア大陸に上陸してますので、このままトリントン基地に総攻撃を仕掛けていきましょう。宇宙もね、結構打ち漏らしが多くなってきてしまって、敵のモビルスーツが出たりしてきてるので、まあ、本当に緊張感がある、そういうね、バトルになってきてるんですけどね、なんとかここを、まあ、制していくということをしないと、一気にね、劣勢ということにもなってしまうので、まずはね、しっかりとここを宇宙のね、衛星軌道上の防衛というものをやっていきたいかなと思います。今回だけでもシャトルが3打ち漏らしという形で出ちゃってますからね、これ全部始末を、まあ、つけていかないと、一つ一つもう宇宙でのまあ、ミリタリーバランスというかね、戦力が逆転してしまうということにもやっぱりなりかねない状況ですので、まあ、ここはちょっと無理してでもですね、敵のね、HLV を優先して、撃ち落としていければいいかなと思います。で、やっぱりね、このサイの方まで行ったり来たりの往復がね、結構しんどくはなってきてるんですよね。このしんどい往復を、まあ、ちゃんと忘れずにしっかりこなせるかどうかというのが、まあ、一つ、この後のね、宇宙での戦いに大きく、本当に大きく影響してくるんで、まあ、ここはね、我慢をしていきましょう。敵もね、ルナ2から出てくる部隊もいれば、一方では地上から打ち上げられてくる部隊も いてというような感じになってるんで、本当にね、まあ一言で言うと忙しい、まあ、そういう状況ですね。かといってね、今その、まあ、正直言って宇宙で新しく部隊を制
生産する余裕も、まあ、今で、トリトン基地の攻略作戦発動してしまってお金 もう全然ないという状況になってますけども、そういう状況なので、まあ、今いる戦力でなんとかね、耐えていく、そういう戦い方が今必要になってきてるかなというふうには思います。ではシャア、そして3連星、この辺りをガウから発進させてですね、まあ、オーストラリア大陸にいる敵の部隊、これのね、殲滅を行っていきます。3連星はどうなんだろう、ガイア、オルテガ、マッシュいますけど、反応が高い人を前にやっぱ持ってった方がいいと思うので、厳密にここは確認していきましょう。まずガイアですが、反応が12、ランクはもう S、まあレベルですね、レベルは S まで達してます。オルテガの反応が8で、マッシュはというと11だったら、順番はまあイメージとしてはガイア、オルテガ、マッシュの順番ですけど、ガイア、マッシュ、オルテガにした方が、回避効率が良さそうなので、今回ね、ちょっとそういう形を取りましょう。で、ガウア、戻って、この後ですね、さらに、マドラス基地から、一部の部隊を、オーストラリア大陸に輸送したいと思います。この輸送の目的は何かというとですね、まあ、一つは、まあ、マドラス基地に余ってる余剰戦力の有効活用というのもありますし、もう一つがですね、この後、この拠点を取った後、トリントン基地を取った後の防衛用の戦力としても考えています。まあ、どうしてもね、今いるドムは主力部隊として、この後、ハワイに転戦してもらったり、あるいはベルファストに向かってもらったりとか、まあ、そういうね、主力部隊としての動きをしてもらう必要があるので、防衛については、まあ、旧式化しつつある陸戦型の、ね、ザクを使いたいので、まあ、余っているザクをね、このトリントン基地の防衛に当たらせるというのを一つ考えています。セブンスカイは打ち漏らしたくないな。ここは確実にまずセブンスカイを倒していきましょう。生産お金が、できればズゴック作りたいんだけどな。ズゴック作っておきましょう。ズゴック、このズゴックはマドラス基地からハワイ攻略戦にね、向かってもらいたいと思います。この辺りの一掃が終わったら、でいつ発動されてもおかしくないであろう、この後のオデッサ作戦に備えて部隊をね、少しずつ、戻しておきましょうか。ここにいるジム、陸戦ジム、これ叩けるかな。なんか返り討ちに合いそうな、そんな感じもするけど、であれば無理せずにちょっと敵の出方を見ますか。シャア、そして3連星のドームですね、拠点に座っているファンファンであったり、ホバートラックであったり、61機関車があったりっていったところで、一掃してもらいましょう。で、前衛には先ほどご覧いただいた通り、3連星のところはガイア、マッシュ、オルテガの順番に、シャアのところはもちろんシャアを先頭に置いてあります。我々は宇宙市民の真の解放をつかみ取るのだ。地球からの悪しき呪縛を我が正義の剣によって。今宇宙衛星軌道上には連邦軍の HLV が3つですね。これ今回まず1つ、あと2つ潰せるかどうかだな。ジムはもう1機出られてしまっているので、このジムを倒すのも厄介なんですけど、まずはこれ以上敵を増やさないために HLV を、ね、撃ち落としていきたいなと思います。プロトタイプのジムの前にガトルでは歯が立たないか。ここですね、ここで落とした。うん、あと1機、ここも落とせるかな。よし、これで衛星軌道上に展開された HLV は一旦ね、排除しましたね。またこの次のターンに連邦軍が打ち上げてくる可能性はもちろんあるんで、
まあ、油断はできない、予断は許されない、まあ、そういう状況です。研究のはモビルスーツの方にお金を使っていきます。他にちょっと回すお金の余裕が今ないというのもありますけども、まあ、モビルスーツがね、やっぱり、戦力としては一番大きいウェイトを占めているので、まあ、優先順位としてはモビルスーツ、基礎技術、モビルアーマー技術という順番にしたいと思います。ちなみにモビルアーマーの方は今ですね、ザクレロとブラウブロ、これの開発中です。開発が完了するのは今待っているっていうね、そういうところですね。さあ今回も衛星軌道上に敵が出てるな。しかも厄介なことにジムがどっかに行こうとしている。このジムを逃がすわけにはいかない。マクベで追撃するかな。まあ、マクベとガトルで、追撃していきましょう。でマクベはこの後、そうだな、できればこのサイド5の中域で補給をしましょう。で衛星軌道上にまた敵がね、例のごとく現れていますので、これはしっかりと撃墜を果たしていきたいと思います。ではランバラル隊も下ろして、ここからですね、トリントン基地攻略に向けて本格的に包囲を行っていきましょう。で今回ですね、このオーストラリア大陸に展開している敵の部隊を叩いて、次のターンでトリントン基地の方に突入を果たしていければいいかなというふうに思います。まあ、ランバラル隊はかなり心強いですからね。ランバラル隊を下ろし、さらにシーマ、これも下ろしてですね、敵を潰していきましょう。ここが一番重いのかな、ガンキャノンと陸戦ガンダム。ここが一番重そう。この戦力だと、まあ、ドムを持ってしてもどこまで、まあ、相手を削れるか、ちょっとクエスチョンかなっていう感じもしますね。できるだけやっぱり戦力は失いたくはないので、傷ついてるドムとかをね、あえて出すっていうことは、まあ、この時点ではしないでおこうと思います。まあ、総力戦になったらね、そうも言っていられない状況というのも出てこようかとは思うんですけども、まだそういう状況ではないと思うので、無傷のね、ドームを優先的に敵の攻撃に当てていきましょう。で、資金に余裕が出てきたら、まずリックドームですね。宇宙が本当にきつくなってきてるので、リックドーム、これを宇宙で、製造して、まあ、ザク1とかザク2とかからね、置き換えというものをしっかり行っていきたいと思います。で地球上ではドームとズゴック、これをね中心に作っていきます。ザンジバルとかまだ開発全然できてないんですけども、今のところちょっとそのザンジバルをね、惜しい今が一撃でやられるか。さすがガンキャノンだな。どうだろう、シーマはドワージとかに乗せてカリフォルニア、メキシコシティの防衛に回してもいいかもしれないですね。いや、ドムは確かに強いんですけど、ガンキャノンと陸戦ガンダムの方がさすがにより強い。ドムを持ってしてもなかなかちょっとね、押し切れるものではないですね。量産型のモビルスーツとしてはそれでもやっぱり最上位に位置しているドムだと思うので、まあ、ドームでなんとか陸上をね制覇していくしかないかなと思うんですけどね。まあ、なんとかここをドームを使って乗り切っていきましょう。ボールごときに切り込まれてるのか。いやちょっと本当に宇宙やばいな。リックドームを一刻も早く投入していきましょう。で、オデッサはオデッサ作戦ではないですが、敵に侵入されてますね。まあ、ここは無難に乗り切っていきましょう。まあ、ホワイトベースとズゴック、さらにガンタンク、ガンキャノン、これを出せばね、無難に戦いきれるかな。確実に勝てるかなと思いますので、彼らを出していきます。オデッサに侵入してきた部隊はこれで壊滅、あるいはほぼ無力化できるかなというふうに思います。
まずね、敵の第一弾攻撃をしっかり排除できれば、この後の戦いも楽になろうかと思いますのでね、順調なオデッサの防衛の状況というところです。ズゴックの格闘がジムごときにかわされるか。逆に一番奥にいるズゴックに対して攻撃を仕掛けてくるっていうね。まあでももう次のターンで確実に排除できると思いますので、オデッサはもうこれで勝利と言っていいと思います。まあ、ただ正式なオデッサ作戦というわけではないと思うので、この後おそらくねオデッサ作戦が発動されてくると思うので、オデッサ作戦が発動されたら、あ、今いる現有戦力でね、迎え撃ちたいと。そう言っていたらオデッサ作戦の情報をキャッチしたというマクベからの報告ですね。オデッサは地上の生命線とも言うべき重要な拠点です。まあ、オデッサを失うとベルファスト攻略が遠のいてしまうので、まあ、オデッサはねしっかり防衛したいと思いますが、マクベをオデッサに置くと核ミサイル使って、まあ、事実上オデッサを放棄してしまうので、まあ、オデッサはね僕自身の手で、守備しましょう。マクベには任せられんというところですね。そうですか、マクベには任せられない。そういうことです。マクベには任せられません。わかりました、諦めましょう。マクベを使わなくても自分たちでオデッサは守りきれるという算段ですからね。リックドームの開発完了してましたね。リックドームの開発完了したらリックドームを早速作っていきたいと思います。シーマがやられちゃったからな。シーマとゴズンが敵にやられたので、これの町ですね、開発についてちょっと見ておきましょう。まずは今開発中のものとしてですね、ザクレロ、これ続きのモビルアーマー開発するのに必要そうなのでザクレロの開発を行っています。あとブラウグロですね、これも今開発中です。この後ニュータイプを積極的に使っていきたいという意思の表れです。あと星雲スカイですね、これ4ターンかかります。ではオデッサの防衛戦とトリントン基地の攻略戦、まあ、同時にいいということになろうかと思いますけども、行っていきたいと思います。宇宙ではリックドームをねちょっと数作っておきましょう。今宇宙の防衛が本当にピンチに陥っているので、一方ですねオデッサの方はズゴック、ドブ、ホワイトベース、ダブでガンタン、ガンキャノン、これらの戦力で守りきりたいと思います。あとはセームスカイとかかな、この辺りも、まあ、ズゴックを使ってうまく攻撃をして仕留めていきましょう。今回のターンでね、いよいよではこのトリントン基地に侵入をしていきます。もう全部隊突入でいいかな。ここにいるガンキャノンと陸戦ガンダム、これ相手にしてると、モビルスーツの消耗が激しすぎるので、一旦放置してトリントン基地を全力で潰した後、次の作戦として、考えていきましょう。で、メキシコシティの防衛戦についてなんですけども、まずですね、まあ、なんといってもジョニー・ライデン、それとパイロットは乗ってませんが、ドワッジ、ドーム、これでね、しっかり前衛、中衛、後衛を固めて、メキシコシティ上に居座って、その後ろにですね、ザク2の陸戦型、武装 C タイプ、これはマザラトップ砲を装備しているんですけど、マザラトップ砲を装備していると射程が2に伸びるので、これでですね、ジョニー・ライデンの後ろから、さらに後方支援という形で敵のモビルスーツを潰していこうと思います。これでメキシコシティはある程度盤石かなというところですね。で、ちょっと宇宙の方がね、ニッチもサッチもいかなくなっている状況なんですけども、まず宇宙に関しては確実に敵をね、排除していきたいと思います。で、宇宙の方は先ほどお話してた通り、リックドームですね。これの生産を開始していきます。押されつつあった宇宙での戦い数勢をね、我々の方に
一気にこれで引き戻しましょう。メキシコシティの様子を見ておくとこんな感じです。ジョニー・ライデンドは自動ム、まあ、さらに後方からね、マゼラトップ4を持ったザクが支援するっていう形でかなり火力が集中しているように見えましたね。これでメキシコシティはそうそうは突破されないで済むかなと思います。赤い稲妻のな胸に刻み込んでおくんだな。となるとやっぱり今はトリントン基地、ハワイ攻略、宇宙の防衛、そしてオデッサの防衛戦、ここにね集中していきたいと思います。ではオデッサの防衛戦ですね。だいぶ敵の戦力多そうだな、まあ、どれだけ戦力が入り込んでいるかっていうのを見極めながら我々もね戦力出していきましょう。パッと見ジムガさん、あと61式の戦車、それに航空戦力ですね。これだったら守りきれるかな。舞台を、うまい具合に展開していきます。まあ、ガンキャノンとガンタンクはセットにしておいてもいいかなってところですね。まあ、なんといっても彼らは重たいというかね硬いので、その硬さをねうまく使っていくっていうのも一つの手だと思うので、まあそういう運用の仕方、あとズゴックが2位いるので、このズゴックはね敵のジムにカウンターになると思うのでしっかり使っていきましょう。基本的には敵が近寄ってくるのを待って寄ってきたところを叩くという作戦でいきたいと思います。マゼラトップ砲を持つ C タイプの武装に換装しておいてもよかったかな。これだとね、まあ、敵に拠点は取らせない、回復はさせないということで拠点を埋めて、敵がね迫ってくるのを待ちましょう。本当にねこのギレンの野望って時間がね吸い取られるんですよね。だいたい今だと収録するのに、まあ、2時間ぐらいかかって動画1本ぐらいですかね。やっぱりそれくらいギレンの野望は面白いんですけど時間もかかる。まあ、今何度かお話してると思うんですけど、在宅勤務になってるんで、まあ、通勤の時間が単純にないっていうのがすごく大きくてですね、まあ、割とゲームをする時間が取れてるので、まあ、いいというか助かってるんですけど、これがね今までのように普通に会社に毎日行ってとかっていうやり方をしてたら、多分ねここまでギレンの野望を全シリーズ振り返ってやりましょうっていうような企画はできなかったんじゃないかなって思いますね。そもそも成り立たないっていうね、それくらい時間がやっぱりかかるんで、そこはまあ、言い方はすごく悪い、誤解のある言い方になってしまうかもしれませんけど、コロナで在宅勤務になったっていう一点に関しては僕としてはすごく助かりましたね。まあ、コロナでねまあコロナ解雇じゃないですけども、コロナで、まあ、職をなくしてしまう人、潰れてしまう会社、ボーナスが出なくなる、所得が減るとか、まあ、いろいろね、困ってる方いらっしゃるとは思うんですけど、まあ、幸いなことに、本当にね幸いなことに今のところそういう被害をもろには受けていないの。この先はわからないですよ。来年の夏のボーナスはなくなってしまったりとかね、給料が下がってしまったりとかっていうことが現実として僕の身にも降りかかってくる可能性は大いにあると思うんですけども、少なくとも冬、今年に関してはねそういう状況に今のところなってないので、まあ、このままですねこの冬乗り切ってもらって、ワクチンなり何なりが開発されてね、来年はこういう状況が改善されるのであればそれが一番いいかなと思うんですけどね。ワクチンに関してもうまくいっただいかないだっていうね、まあ、押し問答じゃないですけどそういうのの繰り返しになってますからね、果たして、どこまで進むのかっていうのはわからない状況ですからね。これでオデッサの防衛は完了ですかね。2ターンぐらいかかるかなと思ったんですけども、まあ一ターンで敵の撃退に成功しそうです。これだ、順調に防衛ができたら今度は順調にトリントン基地を取りたいなというところでね、続きでトリントン基地の攻略戦を行っていきましょう。我が軍の勝利です。
このトリントン基地の戦力状況なんですけども、まあ、我々の方が有利な状況にあるので、まあ、モビルスーツをですね、まあ、ある程度、まあ、温存というか、まあ、しっかり、失わないようにケアをしながら進んでいきたいかなと思います。なので、まあ、傷ついているヒットポイントの減っているようなモビルスーツは、まあ決戦兵力としてここぞという時までは温存しておいてですね、元気なモビルスーツ隊でね、攻撃を仕掛けていければいいかなと思います。まあ、そのためにはやっぱり一刻も早く場所をね取っていければいいかなと思うので、アッザムをうまく使ってですね、敵の拠点をね、ダッシュしていこうと思います。アンザムは前回か前々回もお話したと思いますけど、近距離攻撃のメガ粒子砲が特に強力なので、まあ、メガ粒子砲をね積極的に使っていくっていうのが、まあ、戦い方としては一番いいかなと思います。ビッターの指揮範囲を確認しますか。ビッターの指揮範囲はこれだけ広いか。だとするとかなり好影響が出ると思うので、ここも一気に押し切っていきましょう。3連星を導入して前進。で、水陸両用モビルスーツ部隊もね、陸上げしていきます。ゴックは陸上だと特に足が遅くなるんですが、まあここではあんまりね、ゴックにしろアンガーにしろ出番はないまま、干渉というふうにできるかなと思います。ここもランバラル隊を使って前に前進。うまくすればこのターン一旦でね、局地戦、まあ、つまりこのトリントン基地攻略が終えられるかなと思いますので、効率を重視して進めていきましょう。プロトガンダムがいるな。ついにガンダムも出てくるか。戦いは非常さ。まあ、シャアは次専用機でいうと、あのゲルググ、シャア専用ゲルググまで、まあ、物としてはないと思うんですけども、どうやらですね、今回入れている攻略指令書を入れることによって、シャア専用ドムがですね、あの開発できるようなところもあったので、もし開発できるんだったらシャアにはドームにやっぱり乗ってもらいたいですよね。ゲルググまでのつなぎとしてでも。さあ残り敵プロトガンダム、ちょっと能力見ますか。耐久300か。で、攻撃ビームライフルの50が強力ですね。これなんとかここで仕留め切りましょう。アコースとかはもうちょっと一旦引いてもらった方がいいだ。次これ攻撃食らったら死亡する可能性が高いので。で、代わりに我々はですね、ドム部隊で敵ガンダムをめがけて一気に包囲戦を展開して仕留めていきましょう。どうなんでしょうね。これこんだけのドムに囲まれたらパイロットに乗ってないプロトタイムガンダムだったら倒せるんじゃないかな。ちょっと期待しましょうか。これにね、アムロとか敵もね、パイロット乗せてくるとまた1段も2段も強くなってくるんでしょうけど、今のところね、確認した範囲ではプロトタイプガンダムにモビルスーツ乗っていませんでしたからね。この俺に対して迂闊に、ここで仕留めに行きたいな。まあ、ドムで取り囲んでメガ粒子砲も当てていくっていうね。当たってんのかなこれ。逆にアッザムが撃墜されるとかやめてほしいけど、アッザムリーダー、結局一機も撃破できなかったですね。全部ちょっとずつ残るっていうね。これ次のターンの反撃でアッザムが撃墜されるっていうシチュエーションを避けたいですけど、
大丈夫だね。ガウだったら落ちない。じゃあ次はアンザムが攻撃に参加せずにシャー3連星ランバラル。まあこれジオンのオールスターと言ってもいいメンバーだと思うんですけど、まあ、ちょっと彼らで戦ってもらいましょう。アンザムリーダーアイナが出す分には反撃受けてもやられないと思うので、このまま攻撃、支援攻撃っていう位置づけでね、攻撃加えていってもらいましょうか。これで決めましょう。トリントン基地攻略した後は残っている敵の拠点としては、まずはハワイ、そしてイギリスのねベルファースト、あとは南米ジャブロ、宇宙ではルナ2というところですね。いやガンタンク倒せないんかい。相当硬いよねガンタンクね。これ見てもらっても分かる通り、ガンタンクが拠点にいるだけでこんなにきつい戦いになるからね。ちょっとビッターのガウも次のターンは後方に下がらせた方がいいかもしれないな。この新しい開発プランってなんだ、気になるな。あの研究レベルモビルスーツレベル10に上げたことによって新しいモビルスーツの開発プラン出てます。資源が131しかない。結局今補給にね大部分を使ってしまったということなのか、もしくはオデッサがね、敵の攻撃を受けていたのでその間資源の収入が得られなかったということなのか、いずれにしても痛いですね。まず一つ目の開発プランですね。ドワッジ海ですね。ドワッジ海、これは3機で1ユニットではなくて1機で1ユニットなるドワッジの強化型になります。でもう一つ、これはハイゴックですね。まあ、ハイゴック作る必要は多分ないと思うので、このままズゴックのままでいきましょう。では、今回ね、逆に資源がなくてお金がある状況なので、研究開発にお金を費やして、トリントン基地の攻略戦続きをやっていきます。まず宇宙なんですけども、恐れていた事態が発生しています。まずホワイトベースなのかペガサス級が湧いて出ましたね。ついに、まあ、これは捨ておけないので倒しにかかりましょう。できればこのペガサスはこの中に入ってもらってるまま死んでもらう必要があるので、ちょっとうまく振る舞いましょうか。まさかこんなにも早くこんな状況になるとは思わなかったな。キシリアも攻撃を加えてもらって離脱だな。リックドムがね次のターンでソロモンで生産が完了するので、まだもうちょっと時間がかかるかなっていうところなんですよね。このボールは仕留めておきたいと言って、あんまり追っていって、マゼランからの攻撃を食らうというのも、まあ、バカバカしいですし、さらにここのジムがですねどこに向かっているのかわからないんですけど、倒す術がちょっと今ないっていう状況ですね。まあ、ここにいるあのチベのマクベなんですけども、攻撃してしまうともう物資がゼロになって移動力がカスになるんで、そういう事態を避けたいので一度サイド5まで戻ってそこで補給してからこのジムをマクベで潰してもらおうかなというふうに思ってます。ここにレベル将軍のビークドレイがいますね。このビークドレイも要注意かな。あとはメキシコシティの方なんですけども、ここね補給ラインが断たれないようにカリフォルニアからですね一応つなげておきたいかなと思うので、まあ、中間地点ぐらいにグフを置いておきましょう。これで、もし敵が上陸してきた場合はグフで叩いてですね補給ラインを途絶えさせないようにしたいと思います。補給ラインが途絶えちゃうとね形成能力が失われて、まあ、いずれ今頑張ってもらっているジョニー・ライデンの部隊もね撃破されてしまう可能性があるので、まあ、そうならないように補給ラインはつなげておきましょう。補給ラインがつながってる限りきっとね彼らだったら持ちこたえてくれるかなと思うので、ここは補給ラインをつなげておきます。
どうなんだろうね、ジョニー・ライデンはこのまま専用機に乗ってもらってる方がいいのか、それともドア陣に乗り換えてもらった方がパフォーマンスが上がるのか。専用機に乗ってるとね、機体性能を最大限に引き出すっていうことで解説にはなってるんですけど、まあ、具体的にどれくらい引き出せるかっていうのがシンギレンの野望とかだとね、パーセンテージちゃんと示されてるんですけど、攻略本読んでもそこの数値が明確に出てなかったので、まあ、ジョニー・ライデンがこのまま専用機に乗ってる方がいいのか、ドア陣に乗った方がいいのかっていうのがね、ちょっといまいち判断ができてない状況です。今気づきましたけど、ニューヨークにも敵の部隊が寄ってきてるな。ペガサスがここで落とせるか、残られるか、まあ、一応取り囲んではいるので、はい、敵が部隊を大量に送り出すことはできないとは思うんですが、ちょっと心配だな。そういう意味で言うと完全に取り囲んでおけばよかったな。出てくるんじゃないか敵。ホワイトベースから、いやペガサスからモビルスーツが4出てくると本当にきつくなりますね。ちょっとうかつだったな。ちゃんとホワイトベースを完全に取り囲んでモビルスーツ隊を展開できないようにしておくべきでしたね。まあこれは貴重な教訓として覚えておきましょう。いや、やっぱり出てる。やっぱり出ますか。出ますよね。あそこでペガサス打ち漏らしたことによって、まあ、手痛い損害が出ることになってしまいそうですね。もうここからは本当に激戦が続きそうだな。ではトリントン基地の攻略戦の続きです。まあ、はぐれジムって言っていいのかな。はぐれジムに関してはですね、まあ、一応、マクベに攻撃を仕掛けてきたので、まあ、そこで逆に返り討ちにしたというところで、まあ、一旦ね、その危機は去ったんですけども、まあ、逆にですね、まあ、逆になのかな、普通になのかな、ペガサスから出てるジムがいるので、まあ、それはそれで予断を全く許さないっていうね、そういう状況ですね。でまあ、ドームの方なんですけども、ずっと戦ってきてエネルギー切れを起こしている部隊が何個かあるので、拠点に戻して回復してもう一度ね再構成をかけましょう。局地戦は5ターンお互いに殴り合って、戦いが終わる形になるので、まあ、5ターン以内にこのガンタンクを潰しきれば終わり。もう潰してくれたね、さすが3連星だな。これでこのトリントン基地の攻略が完了ということになります。カリフォルニア、北京、トリントンの制圧によって太平洋中央部に位置する戦略拠点ハワイの包囲に成功しました。これでハワイを攻略することが可能です。これは、まあ、潜水艦はまだ開発完了していない状態ですけど、まあ、結果的にトリントン基地と北米、北京制圧したことでハワイの攻略作戦が、ね発動できる状態になりましたので、次回はハワイの攻略戦行っていきたいと思います。資源が全然増えてこないな。まあなんとかね、ちょっと資源をうまく回収しながら、リックドームを作ってですね、宇宙で巻き返しを図っていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきます。